こんにちは。ウプ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さーて、以前のアマゾン新春セールの動画はたくさんのご視聴ありがとうございました。皆さんからの買った予報告もたくさんいただきましたね。配信に来てくださってた方にはわかると思うんですが、私個人的には戦車の PC ケースを買った方は現れたのかどうかが気になりまくってます。何？この奇抜すぎる PC ケースは。買おうかな的な雰囲気の方が配信で一人いたんですよね。結局あの方は購入されたのでしょうかねー。と、まあ意外とたくさんの商品が安くなった新春セールでしたが。そんな中で、今回の動画なんですが、個人的には買った中でも割とずっと気になっててついに買っちゃったガジェットを実際に使っていきたいと思います。で、そのガジェットっていうのが。はいこちら。これ、前回の動画で紹介だけしましたが、電動タイプのエアダスターなんですよね。エアダスターって、あれですよね。普段投稿者さんが缶で使ってる空気で、ゴミとかホコリを吹き飛ばすあれですよね。そうそう、それですそれ。まさに画面に映ってるやつ。私は普段 PC のメンテとかで掃除をするときはこのエアダスターを使いまくってるわけなんですが、この缶タイプのやつ、3つの致命的な欠点がありましてね。というと、一つ目は、これ使ったことある人ならあるあるな話だと思うんですが、少し使うと缶が冷えて噴射の威力がめっちゃ弱くなるんですよ。内部の圧力が急激に下がって冷えて、結果冷えたことで噴射の威力が落ちる。温まるまで待たないといけないのめんどくさい。ってのが理由1で、次に理由2。単純に缶を捨てるのめんどい。しかもジャンクいじりとかするとあっという間になくなるんで、金銭面でも優しくない。3本で1300円くらいってことは、単純に1本400円くらいですよね。1年見ると結構な本数使ってるんすよねこれ。で、最後。これが一番嫌なんだけど、臭いんだよね。臭いですか？そう、なんか鼻にツンとくる感じの化学的な匂いがします。無臭の製品があるのかもしれないけど、私の使ってる激安のは匂いがあるんすよね。ってことで、このハンディの機械式のエアダスター、結構ずっと前から欲しいなぁ、どうしよっかなぁ、って思ってたやつだったんですが、各社すっごい激安品から、ある程度の金額がする商品まで取り揃えてる中で、画面に映ってるこのリエシビみたいなメーカーの製品。ちょうど配信の新春セールでお安くなってたのに加え、見ていたリスナーさんの中に、実際に持ってる方がいて、風力はかなり強いとの情報をもらったので、今回は試しに買ってみたって感じっすね。やばいやばい、前置きが長くなりすぎましたが、早速開封からやります。で、個人的な希望としては、PC ケース内のゴミがしっかりと飛ぶ風量。それが出てくれれば悔いのない買い物だったと言えます。まあ、基本的に、投稿者さんの用途はそれですもんね。ちなみに中華メーカーだとは思いますが、さすが7000円くらいはする製品だけあって、ちゃんと日本語マニュアルも同封。マニュアルを読んだ感じ、風速は3段階あるっぽいっすね。弱中強って感じで、それぞれ連続35分、25分、18分使えるみたいっすよ。バッテリーが 2500mAh にしては、駆動時間短めですね。なんと最大で 90W 使うみたいなんすよね。こりゃ風量に期待ができそうだ。まあ、基本操作はすっごい簡単なんで、実際に使いながら詳しくは説明します。で、本体の付属品に関してですが、まず最初になんか先端に毛みたいなのが生えてる筒が出てきました。これどうやって使うんだろ？掃除機で、この形状だったら納得なんですが、エアダスターなんですよね。まあこれ追加アタッチメントなんで、最悪なくても問題なし。で次、USB ケーブルなんですが、私マジで中華製品すごいなって思うのが。あ、ちゃんと USB-C だ。マジで中華品って最近だとに、3000円くらいの激安品でも USB-C を充電とか通信端子にしてくれてんのマジありがたいっす。国産のガジェットって数万するものでも未だにマイクロ USB だったりするんだよねー。さすがにもうマイクロ USB はきつい。ケーブル環境を C で統一したいっす。なんならミニ USB も出てきたりしますからね。ミニ USB とか PSP の時代の端子っすよ。で、本体なんですが取り出して思わず笑っちゃいました。思ったより3回りくらいでっかいのねこれ。あ、結構大きい。こんな大きかったんだ。結構大きいなこれ。もっとちっちゃいやつかと思ってたら、手に比べてもこれ結構でかいわ。
でも大きいのは悪いことではないです。むしろ風量への期待が高まる。今回はとにかくしっかりした風量があることが大事ですからね。重さはどうですか？まあ普通に片手で扱って重いとは感じないと思いますよ。グリップ部分もでかいし、使い勝手は良さそうです。で、とりあえず充電してみました。充電中は赤い LED がついてますね。ちなみに、なんか塗装が雑なんですよね。この辺は中核折り機。ということで一旦30分ほど充電をしてみました。この状態で試しに部屋の中でスイッチを入れてみましょうかね。うおー、こりゃすげー。これね、起動直後は多分弱で動いてるんすけど、マジで予想していた10倍くらい風が強いんすよ。こりゃいいぞ。音もすごい。ジェット機みたいな音がしますね。ただ、コンプレッサー式とかの駆動音に比べればまあそんなもんかって感じ。ドライヤーよりちょいでかい音かな。予想の10倍強い。わかりやすくお伝えするために、試しにティッシュを吹いてみます。あ、音量はさっきよりも絞ります。ちなみに動作中にボタンをポチポチすると弱から順に強まで変わります。結構差がわかる程度には風量が変わりますよ。掃除は基本強でやりたい。機械式のエアバスターって、こんなに風力あったんですね。完全に、缶タイプの介護缶だと思ってました。まあこのちょっといい機種だからってのもあるかも。では、ここからは早速なんですが、今度動画で取り扱う予定の、この前ハドフで見つけたデスクトップ PC を掃除していきましょう。このマシン、マジで中ホコリだらけ。部屋で一回開けたらホコリが中からもはっと出てきて、速攻倉庫にしまいに行きました。ようやく掃除できる。あ、そうそう、一応閲覧注意でお願いしますね。ホコリマジですごいんで、気分悪くなりそうな方はカンナちゃんでも見ていてください。唐突に振られて、反応に困る。マジすごいっすよ。ちょっと見ててね。え、この画面に映り込むモヤみたいなの全部ホコリですか？さすがに具合悪くなりそうなレベルの量ですね。いやマジでマスク二重にしてきててよかった。で使ってる感じ、缶と遜色ないくらいの風力があり、しかも弱くなんないのマジいい。あ、ここ閲覧注意レベル。うわ、なんか映像見てるだけで、ホコリっぽくなってくる。裏で二重マスクの私がむせてますからね。マジでこの PC どんな環境で使われてたんだ。でもヤニとかじゃなさそうでよかったです。ヤニ汚れってこびりついてエアダスターでも全然綺麗にならないんで、これはマジで掃除してないだけって感じ。でまあしばらく掃除で使った全体的な感想ですが、これいいですね。配信のコメントで教えてくれたリスナーさんがおすすめするのもわかります。缶タイプと違って出力がある程度の時間キープされるんで、10分とかそのくらいの掃除ならマックスパワーキープでいけますし。普段はタイプ C で充電しておくだけでいい。しかも、地味に保管用のポーチがついてきてるのも嬉しいっすね。投稿者さんが缶タイプに感じてた不満は、ほぼ全部この子で済ませられますね。いやマジでいいですね。あとは長期的に使ってみて、個人的にはせめて1年くらいは壊れずに動いてくれたら御の字かなと思ってますね。ということで、今回は Amazon 新春セールで購入した、リエシビさんというメーカーの機械式エアダスターを実際に使ってみました。感想はさっきも述べた通り今のところ大満足。風力も風量も申し分ないし、コンプレッサーよりも手軽でいい。部屋で手軽にサクッとエアダスターを使いたい方には、長期的に見れば壊れさえしなければ缶よりお得と言えそうですね。まあ壊れやすいかどうかは、今後長期的に使ってみればいいですね。そうですね。私はとりあえず今後ジャンクとか中古の修理とか掃除では基本的にこれをメインで使っていこうと思いますので、もし壊れたとか、何か不具合があったとかあれば、都度報告していきますね。あ、ちなみに今回の商品リンクは概要欄に貼ってありますということで、今回の動画はこの辺で、カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。